皆さんこんにちは、アミーゴ TV の鈴木亜美です。今日はですね、こちら銀座 ABC ラーメン屋さんに来ています。今日のメニューはこれですね。大人の魔女麻雀麺大辛口、辛いもの好きな方におすすめということです。それではどんだけ辛いか食べてみましょう。ミカラビブ。はい、はい、お待たせしました。はい、来ました。大人の魔女麻雀ラーメンでございます。ありがとうございます。来ました。なんかすごい今までとまた雰囲気、今までにない感じ。これ味噌かな。でちょっとね、野菜が入っててレモンが入ってて、なんだかね、これは食べてみないと分かんなそうな雰囲気ですね。それではいただきます。いや待って、このね、これじゃんじゃんだって。じゃん、あ、おいしい。うわ、あ、おいしい。食べれる味噌っていう感じ。あ、酸味も効いてる。ちょっとなんか多国籍料理っぽい感じ。あ、でも辛みくる。あ、でもね、美味しい。あ、でもね、辛いね。あ、麺が美味しそう。この麺、ジャンをしっかりとちょっと混ぜようかな。でもこれね、ほんとレモンとかね、酸味の効いてるものがね、すごく合いそうな。味噌ベースで、麺がちょっとだけ縮れてる。美味しそう。うん、うん、おいしい。普通においしいよ。うん、辛くないよ。あれ、全然辛くないよ。全然辛くないぞ。しっかりした感じの、ちょっと多国籍風な味噌ラーメンっていう感じ。どうする？どうする？辛くないの？うん、すごい美味しい。たまにこの生のね、レタスがね、シャキシャキってちょっと火からゆるく通ってるところがまたね、美味しい。チャレンジとかそういう地形ではないですね。激辛までいかないけど、辛いの好きだよっていう人がすごく楽しんで食べれるレベルの辛さかな。うん、普通にさ、あ、やっぱ独特な匂いのわっか。そう、そうだよね。なんかすごいずっとザーサイの匂いするなと思って。やっぱザーサイ入ってるもん。ザーサイが入ってんの。ラーメンにザーサイって入ってないよね。すごいね。あのお店がね、ザーサイの匂いするんですよ。入ってって、あれって。で、なんかほら、餃子とかもいっぱいあって、あ、餃子の匂いなのかなって思って、でもどうしてもザーサイなんだよなって思ったら、ザーサイ入ってた。うん。しっかり入ってた。でも普通のラーメン屋さんには、ま、全然ない味。うん、辛くないね。全然辛くないね。見た目真っ赤ですけど。うん。大人の魔女にとっては辛くないですね。そんじゃね、私がもうなんか魔女を超えてるような化け物だからね。ま、うん、魔女が可愛いものかもしれない。うん。でもこれが一番辛いんだもんね、このお店では。大辛口。うん。普通の麻雀麺より3倍辛いやつもさらに上。ああ、そうなんだ。いや、これはね、食べれると思います。皆さん。魔女は食べれるんですか？とっても優しいです。うん。そうそうそう。まあ、魔女からしたら、まあ、余裕かな。なんかちょっとこれだと、なんかこのままだと終われないので、もしできたらこのお店の方になんか追加できる辛いものって何かありますかね。はい、あ、はい、だって。ん？あるのかな。メニューにはないんですけど、なんかいろんな調味料ありそうなんだよね、このお店の雰囲気からすると。おつまみとかがすごくいっぱいあって。あ、ありがとうございます。はい、お待たせしました。これが
辛いマラジャンというのは辛いものです。おお、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。すみません、なんかわがまま言ってね、もうね、魔女なんで、すみません。来ました。でも、こんな、あの、こんな、出してくれるんですか、いつも。あ、出さないんですね。出さないです。めっちゃ困ってる。ありがとう。じゃあ、特別にということで、はい、いいですか、はい、ありがとうございます。ちょっと。はい、ありがとうございます。で、ちょっとこれ使います。こういう、ね、これがね、辛い、辛い元なんだって。ちょっと入れてみよっか。ちょっと待って、食べてみようか。あ、うんうん。でも、ティって言った。面白いんだけど。ティって何？ティって。やばい、久々にちょっとつぼった。ティって何よ、ティって。ちょっとこれ全部いっちゃうよ、ね、大辛口のさらに辛さを追加した感じだから、倍ぐらいかな。あ、濃くなるね。あ、そう、ほらほら、こんな感じじゃん、よくお店の。なんかちょっとこのトロトロ感どうかな。うん、うん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 、もうちょっと多少味も濃くなるけど、このぐらいっていいです。うんうん、どんなおかずにも合う麻雀って感じ。結構ひき肉がたっぷり下の方に来るとたまってる。メンマとかザーサイってね、またビールとかにも合うからね。なんか男子が好きそうなしっかりしたラーメンですね。うん、何を頼んだの？ん、何その可愛いの？いや、お茶かください。何それ餃子？可愛い。あ、そういう餃子なんだ、はい。あ、かわいいね。プチ餃子。プチ餃子の合い盛り。ね。エビとチーズの餃子、カレー餃子とか。見て、私にも来たよ。わぁ。かわいいよね。すごいね。本当に一口サイズなの。本当に一口サイズなの。こんなちっちゃいの。エビとチーズのプチ餃子。ほら。ほら。なんか、すごいこの手作り感。いいね。あ、おいしい、これ本当にチーズ、なんかチーズ、すごいチーズ。これはなんだ、普通の色は、これプチ餃子、普通のプチ餃子バージョン。これ普通の、なんかほら巻き方もさ、かわいいよね、丸くてね。餃子は餃子で、普通にもう全然味が違う。これちょっと茶色いの入ってる。これカレー餃子だ。カレー餃子。すごいよね、いろんな種類がある。ラーメン来ました。いや、せっかくなんで、辛くないやついただきます。あ、普通なんですかね。色が全然違う。じゃあ皆さん、あの、平沢くんはここにワイプに出しておきますので、皆さん、あの、平沢くんもお楽しみください。店員さんが魔女から、うん、あの辛いの頼むの初めてだったらしく、うん、大魔女だねって言ってました。大魔女です、ありがとうございます。はい、これカレー餃子、カレー餃子。うん、すごいカレー。うん、うん、カレーパンのカレー。めっちゃ吸ってる。ワイプなのに音がでかいよね。ワイプなのになんかすする、すする音がでかい。すする TV みたいになってる。まあちょうどいいね、私がそんなにあのガチすすらないから。うん、
美味しゅうございます。美味しゅうございます。マジマジマジアミーゴ TV。 じゃあ、 私はこの辺で終わるので、この後は平沢くんのラーメンを食べる映像で皆さんお楽しみください。平沢くんも今後辛いのいっぱい食べてもらいますので、辛いの食べてるところが見たいっていう方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは私はこの辺で、あとは平沢くんお楽しみください。見たくなければここでもう来ていいです。じゃあね、バイバイ。どうぞどうぞどうぞ。おいしい。アミカメラが発動しました。アミカメラ、あ、兄さん止まれない。早いです、食べるの早いです。いや、おいしいです、これ。めっちゃ舐めてますね。カメラ近い。有吉ゼミ並みに近いから。いやー、美味しかった。いや、ごちそうさまでした。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。